はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。本日ね、9月30日月末なので、ついに来てますね、限定宝箱バイス13バージョン。いやー、どうですかね、バイスは。でうちのサーバーではね、全然実はね、人気がなくてまあこれ全サーバー同じなんかな。あの104サーバーでは今30位の人が1300ポイントしか回ってなくて、本当に LR 始まって以来ぐらいのね、人気のなさなんですけど、まあ、実際そのバイスね、まあ、どうなのっていうところなんですが、まあ、人気のなさというか、これ水地の次に来ているので、まあ、時期的な問題もねあるとは思うんですけど、じゃあ実際そのバイス、一体どんな感じでね、戦っていくのかっていうのを今回やっていこうと思います。でバイスに関してはもうね、旧門と小門まで解放されてますので、まずねそちらの方を見ていただきたいと思います。画像の方貼りますので見てください。はい、これがバイス13の旧門なんですけども、旧門ね、あの見た感じね、めちゃくちゃ強いですね。めっちゃくちゃ強化されているので、まずじゃあ変更点だけ打っていきます。敵行動時に自分が受けたダメージの 70% 分になってて、これもともと 50% なんですけど、ファーニスに蓄積するダメージが 70% まで上がってるので、ファーニスがすごい溜まりやすくなってますね。やっぱメイン火力がこのファーニスの蓄積ダメージなので、この変化はねめちゃくちゃ大きいと思います。で次の強化点ですけどね、これがね本当にやばいと思ったんが、蓄積量が 80% 以下の場合、本ターンスキル発動率が 50% 増加する。これやばくないですか80% 以下の場合スキルが 50% も増加するので、まあ、ほぼほぼ毎ターンねスキルが発動してもおかしくないぐらいのパーセンテージになると思うので、この強化はねめっちゃ強いですね。で復活時の HP も増えてますね。ミスタリーのことなんですけど、30% やったのが 40% に増えてて、で蓄積量も 10% 増えてて 40% 分を蓄積に強化されてます。で必殺技耐性とスキル耐性の数値も伸びてますね。 25% やったのが 30% まで伸びてるので、まあ、かなり硬くなるっていう感じになってます。で次の効果がめちゃくちゃでかくて、エミッサリーの発動回数自体がね1回増えてるんですよね。で旧門開ける前は2回やったところが、この旧門の効果によって3回発動になってます。つまり復活を3回できるっていうことになるので、いやこれめちゃめちゃな強化ですね。もう復活回数が1回増えるっていうのは本当にめちゃめちゃな強化だと思うんですが、まあ、つまりこのバイスをこううまいこと活用して復活もこう活用できれば最大で3回復活するんで、いやこれは本当に強い。でさらに追加効果があって、自身が倒された時、自身を倒した敵にディスペアを付与っていうね効果が追加されてますね。すでにディスペアがついている場合は上書きするということか。なんで本当にこのデバフ巻き散らし型なんですけど、まあ、この旧門の効果でもさらにデバフをね、ディスペアっていうデバフをつけれることになってます。であとはフォローネスの効果もね若干上がってますね。ダメージ増加率とダメージ減少率は同じなんですが、吸収率が 16% やったところが 20% に上がってる。まあここはビビたる強化なんですけど、まあ吸収が上がるっていうことは回復もそれなりにこうできるっていうことなんで、まあ割といいかもしれないですね。まあ、この旧門を全体的に見てね、めちゃくちゃな強化やと僕は思うんですけど、まずファーニスに蓄積ダメージ量がね上がるだけでもすごいこう火力をどんどん取っていけるし、でスキル発動率もね 80% 以下やったら 50% アップするので、多分ほぼほぼ毎ターンスキル打てますよね。で一番大きな効果の復活回数そのものが1回増えているので、いやこの旧門はねマジででかいと思います。じゃあ次消耗見ていきましょう。でこの消耗ね読んだんですけど、めちゃくちゃ強いですよ。でまあ、主に変わった点で言うと、あの回復がついてまして、でその回復量が自身の、攻撃力の 200% 分回復なんで、まあ、そこそこ回復します。であとはあの自身の、攻撃力の 10% を防御力に変換やったとこが 14% に上がってるので、まあ、かなりこう固めていくっていうところで、最後についてるこの効果、クリティカル減少率が 40% 増加。これやばくないですかこれ何がやばいかっていうと、あの旧門でスキル発動率をね圧倒的に上げてるんですよね。だからこのスキルを毎ターン打つと仮定すれば、
毎ターン回復して毎ターン防御力を上げて毎ターンクリティカル減少率をね 40% 増加するので、あの防御力の面でねものすごい、かなりこう硬くなるっていうね、そんな消耗になっているので、まあ、この効果はねめちゃくちゃでかいんじゃないかってね思います。ぜひこのバイス使うならばやっぱ消耗まではねぜひ開けたいところですよね。いや、バイスの旧門と消耗ねかなり強いと思うんですけど、まあ、本当にすごいポテンシャルを持ってるキャラだとね僕は思ってまして、でまあそんなバイス、いざ戦ってみたら、どうなるのかというねちょっと見ていきましょうか。でサーバーアカンフレンドで今回やっていきます。でバイスをね結構特化してる人がいるので、あ、いましたいました、この人矢部田さん、101サーバーのね方です。で動画には初めて出ますね。で僕より戦闘力もね断然高くて、メンバーこんな感じになってて、戦闘力も50万ぐらい高いのかな、ちょうど50万高いですね。で左から、水地俊英でバイス、LR アテナでエリザベートオズワルド、まあ、本当に全体的にこう固めのチームになってますね。防御型も2体いて、さらにアテナとバイスもやっぱ硬いの でそこに水地が加わっているので、本当にねあのめちゃくちゃ硬いチームで仕上げていると思うんですが、まあ、そこにこうバイスが入ってどういう風になっていくのかっていうのをね見ていこうと思ってます。でもちろんあの星6にしてるので旧門と消耗はもちろん開けてるの で武器はまだ来てないので、あの武器覚醒はしてないんですけど、まあ、そんなバイスがねどんな感じでこう戦っていくのか見ていきましょうか。では矢部田さんねよろしくお願いします。では戦闘開始押しました。さあでは見ていきましょう。先制取ってるのは矢部田さんの方ですね。さあ早速オズワルドがスワダクラブ打ってきて、おゼロストライカー使ってますね。僕もゼロストライカー使ってるんですが、なかなか珍しいのでなんか親近感が湧きますね。さあ熱突きをモストライカーで出てくる。さあここはゲイニツの怒りが下げられてマックスゴミが来た。さあバイスは初ターンは打てないんですけど2ターン目にはもうたまりますよね。さあスキルが出ている。さあサイコソードからユリと水地はスキルが出ない。さあここで反撃していきたいところですが、もうオズワルドがかなり減ってます。 HP がかなり減らされている。エトワール打ってシールドをつけていく。さあゼロストライカー僕も出てきて、さあここブルマリストライカー、ブルーマリーストライカーは前列の防御力を上げるので、まあ、結構僕防御型がやっぱ好きなんで、こう硬くしていければいいかなと思ってます。さあマックス多めを打って、さあただね やっぱ矢部田さん硬くて全然ダメージが通らない。クリティカルも出なかったし、さあここワンヒョウトコブセ打って、さあバイスが、あバイスたまっ、あめまいしてるのか。さあこのめまいは水地で解除できるのかというところ、あもしくはアテナ打てば、あのバイスの怒りもねめまいも解除できるんですが、身内で解除。さあオーバーキルいきなり来た。うおー、いきなりから半分ぐらい減りましたよ。ほとんど蓄積溜まってない状態ですが半分ぐらい減りましたね。バイスのやっぱ火力がものすごい出てくるっていうところですか。さあオズワルドギリギリ死にかけてたけどなんとか、生きてますね。さあもう一回シールドを入れていく。さあここはスハダクラブで削っていきたい。バイスに飛んでしまうと蓄積ダメージ増やしてしまいますね。さあファーニスの上限が結構これで増えるんじゃないかな。80% に行けば、怒り全回復するので、まあ、こっちとしてはやっぱ 80% に生かしたくないっていう、感じですかね。大目を打っていく。さあここゲニが、封じ向き打ちます。さあこれバイスは 80% いってますよねやばいな。次のターンこれ怒り全回復して、ファーニス 80% 溜まってるんでめちゃくちゃな効果力でぶっ破してくるんじゃないかな。さあ来ますよ。来た、オーバーキル来た。すごい、やばいやばくねこれ。うわー、8割ぐらい減ってますね。ラルフが一番、うちの一番の防御力を持ったラルフで、8割減らされているのでこれはちょっとやばいぞ。サイスマックスガイニックバースト。さあただなんとかラルフは生きているので、なんとかここをラルフは倒さないでほしいが、あーオズワルトが飛んでくるいやーオズワルト飛んでこられると厳しいな。あこれ復活入ってますね。ゲニの復活が入った。なんとかここでゲニが、早速活躍してますが、ただ前列がねボコボコにされているので、ゲニが復活入れてくれたんですがオズワルドはやられてしまいました。さあここは反撃していきたいところ。エトワル打っていく。さあシールドがもう2回入ってるのでシールドは今回つかない。さあゼロストライカーで削っていきたいところ。さあブルーバリー出てきますよ。 また前列の防御力を上げるんですが、オズワルドがいないのでちょっとね厳しいかな。さあここはなんとか削っていきたい。ジェットバルカンパンチ固定ダメージが結構ある。さあここ最高メドレーで回復も入れていきたいところですね。さあ封じ武器打って、この効果でかい。この効果で水地が状態度解除。さあマックスゴミは、まあ、ゲイニツね結構役に立ってますね。やっぱりまあすぐ死ぬんですけど、あの封じ武器の、状態度回復とかあと復活ですよね。おっとここでバイスを一旦倒した。一旦倒したがエミッサリーの効果で復活してオーバーキル来た。これゼロは厳しいゼロはさすがにワンパン。
さあ、この復活がね、本当にバイス安定しているので前列に置いてるっていう感じですね、矢部田さんも。さあ、最高メドレー打っていく、クリティカルが出ているので、これは一撃で踏ん張るが、ここでアテナがやられてしまうと厳しいな。なんとかアテナはこらえたいところですが、うおー、ミワ、あー、ジョーカー飛んでくる。めちゃくちゃ強い。やばいぞ、これはもう。やばいというか、絶望的かと思ったとこにエリザベートも復活が入っている。おー、ここゲイニッツかなり、仕事してます。さあ、イフリート、なんとかラルフは耐えている。耐えました。ギリギリ耐えましたね。さあ、ここはなんとか、起死回生打っていきたいですがね、オズワルドがいないので、ちょっと火力担当がいないですね。さあ、スプラッシュローズ、ストライカーで打って、ジェットバルカンパンチ。なんとかここラルフの回復入れていきたいところです。さあ、最高メドレーで深淵にクリティカルが出ているので、これ結構回復量がでかいですね。おーっと、かなり回復した。さあ、ここ V スラッシャーで追撃していく。さあ、エトワルフィアント、エトワルじゃない、ミストラルかミストラル、スキル全キャラ出てますね。さあ、ボルテックランチャーも出ている。さあ、バイスは1回復活してますが、ここで、オーバーキルのファーニスのゲージが 80% 超えているので、またオーバーキルしてくるんじゃないかな。さあ、来ますよ、来ますよ、バイス。バイスがどこに飛んでくるかによる。来たー、やめて、うおー、イズラベル、うわー、一撃。やっぱりって感じだけど、一撃やったっすね。ラルフに飛んできたらどうなったかな、すごい気になるんですけど、まあ、でもエリザベートもやっぱ防御型なんでね、LR 防御型で、まあ、割と特化してるので、まあ、そのエリザベートが一撃やったんで、やっぱかなりの防火力やな。さあ、ここラルフは耐えていきたいが、どうだ、ボディが甘いぜからのスキルが出ている。なんとかギリギリ耐える。さあ、レオナまでも復活して、なんか僕のチーム復活パみたいになってるけどゲイニッツがいることによって復活しまくってますね。さあ、ジェットバルカンパンチでなんとか回復を入れていきたいところ、メドレー打っていく。クリティカルが出ているので、これミズチ一撃で倒しますが、ミズチも復活しますよね。さあ、 V スラッシャー追撃していく。さあ、マックスオミヤ、ここでなんとかオズワルドをね、やっぱ倒さない限り、あの、勝ちにはないと思うんですけど、まあ、オズが強いですもんね、やっぱり。さあ、バイスはどうなっていくのか。怒り回復して今入りましたよ。 80% 超えてるのか、これは。ファーニス 80% 超えてそうですね。やばいな、バイス。ファーニスの効果によって怒り回転がものすごい。ほら、またオーバーキルしてきた。うおー、やばいって。9割減ったよ、ラルフで。9割減るの。うわー、これちょっとやばいな。バイス強すぎない？しかもめっちゃ硬いし、バイス全然減らせないからね。さっき言ってた、あの、スキルでやっぱ硬くしていくので、毎ターンスキル打ちますよね、やっぱり。さあ、ここは、まあ、スキル出てる。まあ、ここはラルフやられたので、もうかなり絶望的かと思います。おっと、ここで、またもや復活が入っている。なんか本当にゾンビパみたいになってますけど、ただ、こんだけ復活しまくっても全く歯が立たないっていうね。多分僕、エリザベートとラルフと、アテナまで復活入ってますね。3体復活入ってるんですが、まあ、それでもやっぱ矢部田さん強いですよね。この強さにさらにこのバイスが加わってくるので、さあ、ここはジョーカー打ってくる。アテナはなんとかまだ踏ん張り残してると思いますが、かなり厳しそうだ。さあ、お目打って、うん、これは厳しいか。アテナ、あー、さすがに厳しい。さあ、ミズチ一人でどうしようもないけど、なんとか頑張ってほしいところですが、さあ、どうなっていくのか。さあ、ここはマックスお目打っていくが、さあ、ミズチに向かってお目や、いやー、もう歯が立たないですね。ただこのバイスが硬いし、それで復活もするし、さあ、来た、オーバーキル、これはさすがに厳しい。ドカーン、いや、めちゃめちゃバイス強くね。あの、硬いしね、なんか。硬いし、復活するわ。しかも復活してからの火力がえぐいわで。いや、マジで強い。矢部田さん、対戦の方ありがとうございました。矢部田さんやったら、あの、バイスね、啓蒙もすぐ開けてくれると思うので、ぜひ楽しみにしてます。いや、バイスは僕の思ってた以上に、強かったっていう印象ですけども、いや、攻撃型やったらね、欲しかったな。なんで技型なんですかね。変えれる枠がない。まあ、エリザベートとね、一瞬ね、変えようかなと思ったんですけど、破片もないし、やっぱりダイヤもないから、まあ、さすがに啓蒙まで開けてるエリザベートと変えるっていうのはね、ちょっとしんどいかなと思いまして、まあ、今回僕はスルーするんですけど、いや、かなりね、いいキャラやと思います。っていうか、面白いキャラですね、やっぱり。復活しながら、こう、復活後の火力がドカーンって出してくるんで、まあ、本当に、僕はおすすめできるキャラだとは思います。はい、では今回は、こんな感じで終わります。で、ガチャ初日なんで、まだ、まだまだね、こう考える時間もいっぱいあると思うので、まあ、ゆっくり考えながらね、取る人は、取ってもいいと思うし、まあ、する人もスルーしてもいいんじゃないかと思います。
では、今回はこんな感じで終わります。動画気に入ってくれたらぜひチャンネル登録、よかったらツイッターフォローしてください。ではご視聴の方ありがとうございました。